ね、結構いっぱい聞いてもらいたいこともあるんですけど、やっぱり歌詞ですかね。あのですね、いつまでもあるわけじゃないとか、金が聞くことに慣れた当たり前っていうね歌詞があるんですけど、はい、この歌詞聞いてね、ちょっと普段の生活を見直してドキッとさせられる歌詞だなと思うんです。あともう一つ、今できることから始めようとかっていうやつね、はい、あと何だっけ、いつか見つける新しい向き合い方っていうね、はい、新しい系の歌詞があるんですけど、新しい系の歌詞にはなんか新しいことにチャレンジしてみようって勇気をもらえるので、ぜひ皆さんそこに注目して聞いてほしいです。はい、いい曲やな、いい曲やな、いい曲やね。はい、じゃあ歌詞の一つ一つにいろんなメッセージが込められているんですね。はい、はい、皆さんぜひそのあたりも気にしながら聞いてください。クリアさん、よろしいですか？はい、OK です。あー、ちょっと待ってください。あ、その前にお願いがあるんですね。はい、ちょっとお願いがあるんですよ。はい、サビのところでこういう風に皆さんにタオルとかね、ハンカチ持ってる方は一緒に回してほしいんですよ。持てない方も腕とかね、手を一緒にくるくる回して盛り上げてくれたら嬉しいです。みんなよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん、かわいいクリアさんからのお願いですよ。聞いてくださいよ。サビで元気に回してもらえますか？はい、循環をイメージした、そうですね、振り付けになってるので、はい、じゃあクリアさん、皆さんスタンバイしていただいて、はい、よろしいですか？それでは皆さん、いきますよ。クリアさんで D スタイル応援ソング、巡り巡った輪の中にです。どうぞ。
会でしたね。ありがとうございます。さてさて、お時間になってしまいましたが、最後に会場の皆さんにお伝えしておくことはありますか？はい、最後に私たちが決めてる日を言わせていただきます。最後にレッツリースタイルって言うんですけど、リースタイルのところで皆さん一緒に声を出して、さらにリースタイルで手を挙げてほしいんですけど、協力していただけますでしょうか？ありがとうございます。練習します。一回そうだ、ね、初めて出して、はい、じゃあ最後のところだけ練習しますね。レッツって言ったらリースタイルでお願いしますね。せーの、レッツリースタイル。いいね、いいや。もっと本番では声を出してくださると嬉しいです。それでは次は本番に行きます。せーの、限りある資源を未来